負け想定しちゃった一番のモノマネ。オリジナルなんか手を振るなまだまだ間違ってごめんなさい、私は
んだけ上手い多いとかでも勝ててないじゃないですか。今回残ってないやっぱりね、入れるだけでは無理だよ。やっぱ無理だよ、無理だよ。10個使うな。友也とかが優勝するんじゃないか。今日残ってるから。ロンギーレンが開けたのがちょっとびっくりした。これなんていうの、これを愛だ。あれはもう毎回どうか、高橋さんか、ぐらいでも、あ、そうなんですか。言ってたけど。埼玉の島の子が。これでも下にいるかもしれない。プロですか。プロプロ。あ、それか。出ただけで。10万ぐらい出すから。どうやって人を。ほんま3回だけやん。3回あるのだけ。どっちでもいい。私は俺やん。むしろ多分賞金かかったらみんなガチになるやろ、結局。ガチに3回だよ。はい、ありありで。
Thank you.
こでこう。ちょうど乗りに行けば白いファン。それがね。シールの効き目どうやってやるの？これはいい。随分。そっからいい子になるけど。随分。シアがぼかするんだ。これで自由に。接触する。まあでも俺のまあまあ会社が全部変わるのが九州って全然変わるって言ってて。だから何かが出てんの何かが出てんねん。パッとしたのが一番からするのかな。あの子、何回言いたいのかな。そうか、なんか濁れてる。何で濁れたのね。あ、まだ。ちょっと、立ってるのか。ちょっと、立ち人間の。立ってる状態は嫌だ。プロのやってるあれにも、いいね、もちろん、いいのがあるらしい。あの、ハグ方の壁そうそうそう、あれがだから、あれを見て始めて、発生するみたいな。ああ、そうそうそう。
どこなんかな。ひろみって書いていた。そうそうそう。ほんま一回、あ、ほんまやな。ちょっと日曜市行ってもいいんじゃない。本当に。絶対1、2時間、まだ全然。話を聞いたら、ちょっと長い。
ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、言い過ぎない、軽トラックの2台ぐらいは。なんか病院に来た老人が間違いない。だいぶ長い。話の番組。あ、マイチやんって。すごい。そう、なんかそういう逸話があるとか、ないとか。Thank you.
条件にせえの顔に強いもうわからんけど強くないからどっちに僕じゃないの忘れてた。あ、こっちもらった。あ、こっちが。悪いね。いいいい。それすらわからないですよ逆に熱気が弱くそれでまだまだやな死んだ。それ
老眼でこのカッコがついたらもうぐちゃぐちゃですよ。どっちなのか。タグさん、見てやつ、中。はい。中で。カッコの中、かけよ。見えんもん。ジョークが出てきて。マーナが見えんか見えんシンと言うてえ見えんかこれ見えんかあの乱視で見えんあの老眼でここでも見えるここでも全然見えるこれどこが一番これ老眼こんね多分こんがやねだけはね基準西側のだいぶ前から来ちゃう、うんうん、なんとなしであの山ちゃんが乗ってくるもう山ちゃんもかわいそうだった今ここへ入るこういう順番Thank you.
ケースとリズム。まあ、やめたの。いや、たぶん、この人はプロやないかな。俺の試合でも面白いと思う。やっと当たった。右打ちにしちゃったよ。大丈夫やけど、そいつも一人笑えてるの恥ずかしい。Yes.
で俺はいつも持ったのがごついやつチャキチャキーよ、あれ、あれでも全然構わない。ただあれはゴワゴワするけん、仕事の時とかですぐもうあれ簡単にできる。ただよ、だからお腹に巻く人は分かんなくて、骨盤に巻くやん。骨盤って別になると思う。骨盤に巻くと、ここがカッパが意味がないな、ちょっと。いや、ね、なんで骨盤に巻いたの、こうやってジーパーとか上から巻く方がいい。すごいじゃん。あれだ、ちょっと高くなっちゃうやつ。俺が悪いとか、ここやけど。あれは腰やけど。足腰が悪い。腰に腰だけど。俺のバッテリー開けようか。欲しいね。これね、サイズがね、今あの10キロ超えたらもう少しになったよ。 S か M やったら M やろかね。ちょっと M の時こうだけど、もう今俺だいぶ M になったし、最大前の冗談つい言うと、ギリギリ分かるからやっぱり S がいいよね。なんかね、職場がすごい邪魔。俺マフロンだったもん、ダイエットせないかんけど、ご飯が多くなった。あ、見える見える。2枚目だね。怖いんだけど。これにやっと、前進んでいたもん。すごいね。遅いね。ごめん、正直に山崎ホールを見る。
ええやん。それね、今まで言うと俺のお姉しかおらんかった。お姉たちが。ちょっとお姉、お姉って言うよね。お姉って、ほんまのお姉って。そうそう、お姉ちゃん。3つだけど、2つまで。だって42歳。あなたまだ30代か。俺も30、今年4。寂しい人だ。今年で10年。こっち帰ってきて。こっちに帰ってきて、今年10年やけど、大阪だ。大阪だよ。知らないじゃないね。大阪が8年だ。ロッチで大阪に5年だ。5年だ。あんたが来た時に俺がおっただけ。そうそう。ビールも。どこに置くのビールも。ガチガチガチ。ビール置いてくれ、うん、さっき、だってコーチめちゃめちゃ飲んでるこれ、ね、ロッジ置いてない、俺だけ物置いてない、ハリボール、ベオゾル、クレイプラが入ってるから、あやべえ、ちょっと待って、翔ちゃんが飲んでるから、みんな飲んでるって、みんな飲んでる、酒飲んでタバコ、タバコ食わない。だけどアメリカとかでも今すごい見直したとか、で仕事終わりに、あ、止めたら、来た人が、ね、夕方来て、シャコさんになったから、で、頭も、体も。ほんで1試合目もなんか相手が8番で入れて9勝で10入れてみたいな、もう1試合目が全然的なのが高かったですから、受け玉強いですから、なんでかって言ったら、こっちの怖がりが取れてたんですよ、余計なお世話でね、なんでほら朝の9時に飲むってなって、ね、酒飲んだらね、スイちゃんそこは手応えないけど、スイちゃんは得意やもんね、仕事のと気になるといい感じ、正直これ1回で終わったら上から多分1回でも終わったら上から、運動員下はだって行かないよ、落ちたんだらいいじゃん、そうやね、うん、なんでテコ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 じゃん、俺どこだよ、飛んだら腰が座るけん、マジで最後でよ、決勝まで待ちたい、うまいで、優勝かかったら、やろうか、1、3はちょっと考えた方がいいね、どうせ順番的に、ぐらいになる、失敗したね。
ボタンを押してもらって